はい、こんにちは、ポンタロと申します。あれからね、結構探したよ。けど、分からなかったのよ。なんか、この分岐のあれが。まさか、最後の最後で、ね、することがあったとはっていう感じだったけど、まあ、来たよ。で、ここで、前は白のせいだってなったんだけど、俺のせいだっていう選択肢が増えてるでしょ？これだよ。きっと俺のせいだ。いや、攻略情報を見てきたんだよ。だから平たく言えば、トウヤくん、ごめん。ごめんだなんて、今さらそんなの遅いよ。だって私死んじゃったんだよ。もう取り返しつかないんだよ。死んじゃったのか。許してなんてあげない。白。いやでも、バッドエンドはバッドエンドで、なんか、トウヤくんがおかしくなっちゃった感じがしたけど、どうなるんだろう。いや、あれはあれで、なんか、ずっと一緒にいれるのは、なんか、ありなのかなって 思っちゃったけど。トウヤくんのせいだ。全部トウヤくんが悪いよ。私のことを殺したくせに。どうなんでしょうな。何か言ったらどうなの？それとも私が死んだのはやっぱり私のせいって言うわけ？誰？え？え？誰だよ、お前。え？お前、白じゃないだろ？あれ？白とは、短い時間しか一緒に過ごしてないけど、それだけでも、白がどんなことを言う子か、俺にだってわかる。お前は、白じゃない。あの子はそんな風に、誰かのせいにしたり、傷つけることは言わなかった。多分、どんなことがあってもそれは変わらない。トウヤくんは私の何を知ってるの？誰だ、本当に。じゃあ。だって私死んじゃったんだよ。私だって誰かを恨んでもおかしくない。恨みたくだってあるよ、なるよ。それは、そうかもしれない。けど、白は確かに言ったんだよ。トウヤくんは悪くないって。あの白とお前は絶対違う。そうだよね。それはなんかうすうす気づいてた。バッドエンドの時にも何も知らなかったもん、あっちの白ちゃんは。トウヤくん？あ、なんかもう3人目出てきたよ。白、まあ、3人目っつってもこれが1人目で、手前にいる赤目のシロちゃんがおかしいシロちゃんで、きっとあっちの奥の病室で横たわってるのが現実世界のシロちゃんだよね。トウヤくん見つけた。え？あ、あれ？なんで私が？なんだ、バレたら仕方ないか。やっぱり。どういうこと？どういうこと？本当に。私は確かに白じゃない。けど同時に白でもあるし、あなたでもある。罪の意識とかそういうのが違うよな。なんだ。私はね、罪と後悔でできているの。あ、半分当たってんじゃん。罪の意識かとかいう、俺のよくわからん当てずっぽう半分当たってんじゃん。罪と後悔？罪悪感って言った方がわかりやすいかな。あなた自身の中にある罪悪感。だから私はあなたが恐れている形になる。なるほど、恨まれてるんじゃないかと。それが形になってしまったのか。自分を責めた白の友達が急に現れたら怖いでしょ？もしかしたら白になんで約束を守ってくれなかったんだって恨まれてるかも。もしかしたらそんな白に殺されるかも。一度は考えたでしょ？考えました。正直、前回のバッドエンドの時に、じゃあ私のお願い聞いてくれるみたいなところで、死んでほしいって言われたけど、俺あそこで殺されるかと思ってました、実は。私は、あなたが思い描いた通りに動く、あなたの罪の意識で、私は形を成しているから、ずっと怖かったんでしょ？白が。なるほど。ある時は、委員長。ある時は、シロちゃんになったのは、そういうことか。得体の知れない相手と一緒に旅をするのはどうだった？自分を恨んでるかも、殺してくるかもわからない相手と旅をするのは、
私そんなことしない。でもトウヤ君はそう思ってない。私がこの姿でここに立っていること自体が証明なの。あ、嫌なやつだな、それ。存在が、というか、その存在か。それ嫌だな。あの、なんか、ね、自分が怖いと思ってるもの、罪の意識が具現化してるんでしょ。嫌だな、それ。ね、そうでしょ、トウヤ君。え？やべえ。この先見てなかったな。まさか選択肢があるとは。なんか途中までしか見てなかったんだよ。あ、この病室に入るところぐらいまでしか見てなかったんだ。あ、でもまあ流れ的に否定はしないよね、きっと。否定はしない。ほら、やっぱり。でも、違うって分かった。シロはそんな子じゃない。恨んだり、責めたり、そんな風に自分の感情だけ押し付けてくる子じゃない。トウヤ君？言っただろ？シロとは短い時間しか過ごしてないけど、それだけでもどんなことを言う子か、俺にだってわかるって。そう。でもね、トウヤ君。あなたがシロを殺した事実は変わらないの。いや、そうなんだけど。それは、トウヤ君は一生その罪を私を背負って生きていかなきゃいけないんだよ。ひどいトウヤ君。シロを殺しておいて一人だけ生きるなんてそんなのひどいよ。許されないよ。いや、どうすればいいかな。ねえトウヤ君、もう罪、罪悪感に効くわ俺。どうすればいいかなって。多分そしたら死ねって言われるんだろうけど。いい加減にして。あら？シロ？勝手なことばっかりを言わないで。私そんなこと全然思ってない。でもこれあれだよね。何？よくよく考えれば、トウヤ君とトウヤ君の潜在意識が話してるから、まあそれはシロちゃん怒るよね。トウヤ君に対して。川に落ちたのは私の不注意だよ。なんでそんな風にトウヤ君を責めるの？やめてよ、もう。これ以上トウヤ君を傷つけないで。自分で自分を傷つけてるみたいなところもあるんだよね、きっとこれって。そのトウヤ君は。俺が殺したんだ、みたいな。なんでそんなこと、シロが言うんだよ。傷つけないで、なんて。そんなこと言われる資格、俺には。私知ってるの。トウヤ君がどれだけ傷ついてるか知ってるから。だからこの旅で分かってほしかったの。トウヤ君は悪くないよって。私がトウヤ君のことをどう思ってるかちゃんと知ってほしかった。そうだったんだ、トウヤ君。私トウヤ君のことが好き、大好き。あら、シロ、やっと言えた。本当はね、あの日言おうと思ってたの。でも言えなかったから。ごめん。だからトウヤ君は悪くないよ。どんな理由があったって大好きな人のことを恨んだりできるわけないもん。あ、なんて優しい子なんだ。違う。え？疑って。ごめん。シロがどんな子か分かるって言っときながら、本当は全然分かってなかった。心のどこかで、やっぱりシロは俺のことを怒ってるんじゃって思ってた。うん。ごめん。俺、もっとシロのことを知りたい。ただのクラスメイトとしてじゃなくて、もっと、ちゃんと。私もトウヤ君のことをもっともっと知りたいな。大好きな人のことをいっぱいいっぱい知りたい。ああ、終着駅まではまだ時間があるんじゃないのか？いや、このイラストかわいいな。もう全然関係ないけどね。そんなの許されないよ。え？なんか持ってないか？あんた。え？
白？白？罪悪感って動いて人を殺すというか、そんな攻撃できるのだ。三角頭みたいな感じか？言ったでしょ、一人だけ生きていくなんて許さないって。これでトウヤ君は私を一生背負って生きていくことになる。お前、なんでしろ。本当にこれでハッピーエンドになるとでも思ったの？シロがどんなに許してくれても、シロはもうこの先がないのに。それは、どこまでも行けるのはトウヤ君だけ。シロはもう先には行けないの。時間制限のある旅はもうここで終わり。でもなんか、いや、物語に集中してる。全然話せねえや。せいぜい最後の時間を楽しんで。どうなるんだろうこれ、ほんと、最後。え？シロ？あ、トウヤくん？シロ、怪我は？大丈夫。ううん、大丈夫じゃないかな。時間もうないし。シロ、大丈夫、痛くないよ。本当の体じゃないもの。え？なんだか変な感じ。こうやって自分を見るの、幽体離脱的な感じだよね、きっと。ねえトウヤくん、なんで私がこうやって寝てるかわかる？あ、もしかして？なんで？私ね、まだ死んでないの。あ、そうなの？そういうことだったんだ。なんか、トウヤくんが運んでくれたんだよとかいう話かと思ったけど、あ、そうなんだ。どういうこと？でも、シロは。私ね、あの後奇跡的に助かったの。でもまだ意識は戻らなくて、今はずっと寝たきり。植物人間ってやつか？それともあの意識が、まあ、植物人間ってやつか？じゃあ、シロは。うん、生きてるよ。私、ちゃんとここにいる。よかった。でも、そろそろ無理かな。あれ？え？わかるんだ。もう限界だって。え、なんかその、魂的なさ、よくわからんけどさ、目の前にいるシロちゃんを、寝てるシロちゃんに無理やりドッキングとかすれば助かんねえか？それ、どういう？トウヤ君と本当にお別れしなくちゃならないの。なんで？ごめんね。でも私、満足だよ。トウヤ君と一緒に旅して、いろんなものを見て、いろんなことを話して、好きってちゃんと言えたもん。もう十分すぎるかな。そんな、もうちょっと望んでもいいと思うよ、俺は。でも俺のこと、もっと知りたいって言っただろ？俺だってシロのこと、まだ何も。そうだけど、これ以上は贅沢だよ。こうして今話せることだって、信じられないのに。もう、どうしようもないのかよ。多分、刺されてからね、自分の心臓が少しずつゆっくりになってるのがわかるんだ。きっともうどうしようもない。そっか。だからトウヤ君、最後に私のお願い聞いてくれる？ああ、もう何でも聞いてくれると思うよ、俺はトウヤ君に叶えられることだったら。残った時間いっぱい使ってトウヤ君のことが知りたいのなんていい子なんだ、この子は。トウヤ君の好きなもの、好きな場所、好きな本、トウヤ君の好きをいっぱい教えてほしいな。なんて子なんだ。わかった。ありがとう、私のわがまま聞いてくれて。あったかいスープ？うん、シチューとかそういうのが好きかな。
逆に冷たい食べ物は嫌い。そうなんだ、俺と違うね。俺はね、何？あったかくなければ美味しくないものはあったかい方がいいけど、別に冷たくても美味しいものは冷たい方がいいのよ。だから何？白いご飯とか別にあったかくても冷たくても美味しいじゃん。なんなら俺冷やご飯の方が好きだったりするしね。うん。あとなんか、なんだろう。カレーとかは冷たかったらそもそも美味しくないからあったかい方が好き。あとはパンとかは別に冷たくてもあったかくてもどっちでも美味しいよね。ラーメンも別にどっちでもいいかな。あったかいもの苦手なんだよ。得意じゃないんだよ。苦手ではないか。得意ではないんだよ、俺。猫舌なんだよね。私もシチュー好きだよ。熱々のシチューにパンを浸して食べるの美味しいよね。シチューはあんまりだな、俺。そこまで。そこまで好きじゃないかな、俺は。俺もそれ好き。パンは特に大通りにある角のパン屋ともっといいな。あそこのパン屋さん美味しいもんね。トヤくんもあそこの常連さんだったんだ。まあ、そこそこ。そこの常連屋さんになると、イートインでパングラタン食べれるの知ってた？何それ、そんな裏メニューあるの？え？何それ、初耳。あそこのパングラタン美味しいんだよ。売り切れたら困るから、常連さんの中でも内緒の一品なの。へぇ。今度注文してみる。じゃあ、白の好きなものは？私はね、これ。ホットミルク？ただのホットミルクじゃないよ。角砂糖を一つ入れるとあったかくて優しい味になるんだ。ホットミルクか。俺、ホットミルクもあんまり飲まないな。甘いの好きなんだ。うん、トウヤくんは甘いの苦手？普通、うん、俺も普通。好きといえば好きだけど、そこまで好きでもないかなって感じ。普通って、あ、見て、リンドウ。本当だ。ね、トウヤくん、リンドウの花言葉覚えてる？あ、待ってね、思い出すから。あなたの罪を許そうとか、そんな、違う、なんかあなたの悲しさを支えるとか、そんなんじゃなかったっけ？あなたの悲しみに寄り添うだろ？あ、ちょっと違うかったね。覚えててくれたんだ。まあね。あ、俺忘れてたけどね。へへ。なんか嬉しいな。トウヤくん。ん？私のことは忘れていいからね。いや、そんなこと言われたら忘れられないよ。シロ、それって？シロ？シロ？あ、動かせ。コーヒーだったはずない。なんでホットミルクに？ねえ、何？悪かったわよ。え、何が？だからあの子のこと。あんたバッグが悪いわけじゃないのに、私いろいろひどいこと怒鳴ったし、聞けばあんたあの時からずっと寝込んでたっていうし、あれ、ホットミルク飲んだのはまずかった？ただの風邪熱だけど。それでも、あんた人が謝ってんのに、そういう態度やめなさいよ。いや、そっちの態度なんか、謝ってるどころか、喧嘩吹っかけてるだろ。とにかくごめん。話、これで終わり。あっそ。なあ。帰ってきたのかな？何よ。お前さ、列車、乗ったことある？何を急に。小さい時に一度だけあるけど、それがどうかした？そっか。じゃあいいや。あんたまだ熱があるんじゃないの？帰れば。
夢だろうか。俺にはあれが夢だったとは思えない。だからといって現実だったと言い切る自信もない。俺の都合のいい妄想なのかもしれない。でも白が俺に伝えてきたことは本当のような気がする。あの時俺が感じたことも本当だと思う。あの白が言った通り、白はまだ生きていた。見舞いに行った奴らに聞いたら、まるで寝てるみたいだったらしい。声をかけたら、目をすりながら、すぐ起きてきそうなくらい。けど、白は最後まで目を覚ますことはなかった。白の両親には、白の最後を教えてくれと言われた。俺が見た白の最後。角砂糖入りのホットミルクを飲みながら、優しく微笑んでいた白。少し悩んだけど、あの列車の中でのことは話さないでおいた。言っても信じてもらえないから。というより、あの時の出来事を誰かに話したくなかった。誰かに話してしまうと、本当になかったことになる気がして、ただの夢として忘れてしまう気がして。白は忘れていいよ、なんて言ったけど。俺は、あの時の出来事を忘れない。またいつか、俺が死んだ時、あの列車でもう一度白に会う、その時まで。あれ？ノーマルエンド？いや、めちゃめちゃいい話だったよ。すっげえいい話だった。何これ、涙出そうだもん。いや、めちゃめちゃいい話だったけど、ノーマルエンドって書いてたけど、何か他にもまだエンドがあるのかな。ちょ、もう一回きちんと見てみます。というわけで、今回はこの辺になりますので、いや、めっちゃいい話だった。もうなんか、やべえ。あのね、本当にね、こう、面白い話を読んだら、感想出てこないんだよね、俺。いや、まあ基本的に感想出てこないんだけど、俺は。すげえとかしか言えないんだけど、いや、よかったよ。めちゃめちゃよかったね。でもまだあるんだよね、エンドが何か。というわけで、続きそのエンドを見てみたいと思いますので、またよかったら次回見に来てください。それじゃあ、バイバイ。はい、戻ってきました。これ、ほんと最後のパートなんだけども、ここでホットミルクを飲むんじゃなくて、何か、あれ、俺の想像と違うかったんだけど。
いや、めちゃめちゃ感動に浸ってたんだよ、今。多分、動画ではさ、さっきのエンディングの前のさ、めっちゃ感動するシーン、全部無音になってると思うんだけど、俺のね、途中から気づいたのよ。あ、これ、オートで進んでるって。だからもう喋るのやめようって思ったの。めちゃめちゃ今、感動に浸ってたんだよ、俺。いや、めっちゃいい話じゃねえか。なんだよ、これ。いや、すっげえいい話。涙出そうだもん、ほんと。いや、マジでいい話だな。なんか、あれだね。いや、もう、いや。何も言えねえから、いいや。クリア、おめでとうございます。ありがとうございます。負け部屋へ移動しますか。あ、ここでないといけないのかな。じゃあ、というわけでね、負け部屋に関しましては、ご自身の方で見ていただきたいので、今回ちょっと、ここでお別れとなりますので、よかったら、ぜひ見て、見てみてっておかしいな。お分け部屋を見てみてください。で、参考文献みたいなところにさ、なんかいろんな小説の名前があったから、もしかしたらその小説を読んだ人だと、小ネタみたいなのが分かって、もっと楽しめるのじゃないかなと思いますので、よかったら、本当ね、ぜひ、見てみてって、もここで見てみてくださいっていうのもなんかあれだな。全部、動画の最後なんだよね、これだって。いや、でも、見てみてください。いや、本当に面白かった。めちゃめちゃ面白かったね。なんか、なんて言えばいいんだ、こういうのって。もう感想とか下手くそだからな。俺何も言わないや。じゃあ、本当にこれでお別れとなりますので、よかったらまた次回 別の動画でお会いしましょう。気づいてるかもしんないけど、ちょっと潤んでるから、ね、鼻声になってるのはね、多分ね。もしかしたら鼻声に聞こえないかもしれないけど、ちょっと潤んでるから、そんじゃあバイバイ。